回戦ワーストレグアルキングウェスキー対AC ミラン最高のピッチコンディションの中実況田中彦がお送りします。フォーバンダーウェイ2試合の合計得点で増えます。コンチネンタルカップ今試合開始です。左から右に攻めるのは黒と黄色のユニフォームアルキングウェスキー。フォーメーションは4-4-2。右から左に攻めます。白のユニフォーム AC ミラン引きますはロッソネアルレットカット。フォーメーションは4-4-2リーダー最近特別な練習を受けていると聞いています。上げてきた今周りを見てゴールを運びます。外からタッチを割ります。セレスローイン抑えてリーマ取り返します。ここは取り戻すバカ野郎持ちます。出します。抑えてドリブル。この位置から周りを見てるな。ウィーマー周りを見てるデザインデザインペナルティエリアのアイシュートサンサーゴール前半34分パルサのデザイン見事なゴールです。さすがのゴールです。前半36分さあ一発です。バレー取り返します。さあ AC ミラここはネスカさあモントリーゾーモントリーゾーボールを渡します。カカカカピッポーゴール前半45分スーパースーパースーパーピッポーフィリッポインザーチャンスを逃しませんでした。いや完璧なシュートでした。ここで審判のホイッスル0-2前半45分が終了です。さあ後半戦が始まりました。パスを送りました。デザインここは自分で行くパスゼロ左サイドから選手が上がっていきます。ここから周り得意の右トラップ周りを見てワルトラクリアバレーデザインガインズはゴール前に入れてきた合わせた決まりました。後半22分フィリッポ・インザーギーこれでダメ押し最近だったんでした。アルキングウェスキー2人同時の選手交代でどういった戦術を見せるのか。後半25分キックオフです。止めて持っていく突破していくインザーギーフィールド中央から上がるシュートシューターセンターを取ったハニーテクニックを見せます。ブイコロスか狙ってきたレッテ決まった0-5マヌエル・マイコスタチャンスを確実にものにしました。会心のゴールです。ハルエットカット余裕の3回か後半40分